どうもマイクラさんです。いや、綺麗なお骨ユータです。それじゃあ今回もファンバラやっていくんだけど、その前にコメント返信やっていきます。まさか本誌ではマサルがサトルの体を乗っ取ってスクナを倒すとは思わなかった。存在しない記憶。しかもよく見たらアイコンマサルじゃねえか。ダイパン ASMR 聞きに来ました。マイクラさんのガチャ動画をダイパン ASMR として聞きに来ている人にね、おすすめの ASMR があるんだけど、音量マックスでイヤホンをつけてクシャ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 って感じの ASMR を聞いてる時にいきなり現れる楽天カードマンがね、おすすめなのでぜひ聞いてみてください。こんな感じになります。クシャ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 、楽天カードマン、こんな感じ。青五条99連目で出ました。マイクラさんみたいに天井行きにならなくてよかった。それはね、おめでたいし全然いいんだけど、ファンパレじゃない動画にコメントしてるからね君。全然いいんだけどね、ま、ちなみにマイクラさんは青五条10連で出ました。五条マサルオンの草、五条マサルが幻属性なの笑う。前回のファンパレ動画のキャラランキング選んでみたのこれね。めちゃめちゃ面白いで、よかったら他の人も見てみてください。運営5条出してやっただけでここまで動画出すのつらくて、くさ、人の心とかないんか、本当にそう。ほんでいいね25って何やねん。はい、コメント返信はこれで終わりなんだけど、今回やっていくのはね、ただね、マイクラさんがやりたかっただけみたいなところではあるんだけど、ジョーゴをこのパーティーでぐちゃぐちゃにしていきたいと思います。ただただマイクラさんがこのね、サトルとスグルのこのペアをね、使いたかったっていうだけなんだけど、それでもね、十分強いと思うの。このゲットさんのこのね、スキル2のここ、体術 30% 3ターン下げてくれるっていうのと、まあ、うまく運用すればね、と、五条先生のこれだね、余ダメージ 30% ダウン。これがあるから、まあ、相手の火力をね、まあ、ゴリゴリ下げながら戦っていけたらなって思って、あとあれだね、必殺を同時に打ちたいっていうのもある。まだね、一回も使ってないからね、動画にして見ていこうかなと思って、やっていこうと思います。あと一応先に言っとくんだけど、この動画多分、エンディングめちゃくちゃ長くなると思うから、その辺はまあ、ね、よろしく。というわけで、それでは早速、ジョゴを、ぐちゃぐちゃにしてやる!いけー。わしにかかると思うているか。はい。じゃあ、まあ、とりあえず、まあ、初ターン、初めのターンはね、まあ、殴って、まあ、一応相手の火力を下げておくみたいな。まあ、五条先生はね、もう領域展開中は基本的にあれだね、余ダメージダウンをね、攻撃をしまくるみたいな感じだね。はい、領域展開、痛い、普通に痛いか。まあ痛いけど、まあまあいい、大丈夫。まあとりあえず、まあいつもの流れだね。いつもの流れをして、避けきれるか。次のターンからゲトさんは普通に殴っていこうかな。はい、はい、あ、カレキチューは分散するから、あ、この辺で爆風しとこう。ここで爆風して殴って火力を下げる。次のターンあたりから五条先生はもうあれかな、火力上げるのに爆風しといた方がいいかな。はい、ここで爆風できてる、バフで殴り、そろそろ術式の開示じゃなくて、ごめん、次のターンからでいいや。ごめん、次のターンから術式の開示か。ここが踏ん張りどころ。仕方ねえな。はい、火力を下げる。やつを殺せ。最善の一手を常に勝手ばさって。バフ一応火力下げとこうか。無加減呪術。ここが踏ん張りどころ。はい、避けきれるか。はいはい、じゃあ次のターン、バフバフ、まだいける、まだ参る、まだ参るか。術式の開示。ここが踏ん張りどころ。はい、立っていられるかな。あ、なんか大丈夫、はい、大丈夫。さて、じゃあここで、いや、もう一旦、行こう。もう一旦バフ相手にならない、ね、相手のあれを下げる。で、術式の開示。相手のね、なんか、よ、なんだったっけ、余ダメージアップみたいなのがあるはず。術式ダメージアップだ。術式ダメージがアップがあるから使っておく。だと、もうこれで必殺を打っていこう。5では相手にならない必殺、これで倒せるんじゃない。これで
で、まあ、ダメージアップ対象の7対3の点を。これで4ダメージアップ。行くぞ、はい、今です。これね、この2人のコンビをね見たかったの本当に。これを舐めるなよ、舐めるなよじゃなくて、これ、はい、これ渦巻きをして、あー入って、あー倒したなこれはい、あー青行こうか、オッケー、俺の勝ち。いやー、いいね、このコンビ伝えるの。もうちょっとでね、学生ゲトーさんも出るからね、またその学生同士でも使っていきたいと思います。はい、こんな感じでした。ちゃんと強くてよかったわまたね、まあ、この動画上がってる頃にはあれなんだけど、明日かな、この動画が上がってる次の日にはゲトーさんが実装されるから、またガチオ動画とか撮ってね、編成とかいろいろ試していきたいと思います。というわけで今回はこれぐらいで終わりにするので、よかったら今後ファンパレだったりファンパレじゃない動画もアップしていくので、他の動画を見ててください。それじゃあね、またね、バイバーイ。Thank you.